皆さんこんこにちは渡辺です、えー、前回の動画で,です、ね、平面ベクトルや空間ベクトルの復習をしました。えー、今回はまず何をするかというとそれらの話を一般化するということを最初にやります。えー、平面ベクトル全体のナッシュを R2 とか、えー、と空間ベクトル全体のナッシュを R3 と書きましたけれども今回は、えー、Rn というものを定義します。でえーと 動画の後半ではですね、えー、その RN の弦に対して、えー、2つの弦に対して、それらの内積というのを定義したいと思います。はい、それでは内容に入りましょう。はい、えー、それでは内容に早速入っていきたいんですけれども、その先ほども言いましたが、えー、平面ベクトルって何だったかっていうと、まあこんなように、えー、実数2つを縦に並べたものでした。で、一方で、 えー、空間ベクトルっていうのはどういうものかというと B1B2B3 みたいにこういうふうに実数を3つ縦に並べて括弧でくくんだものでした。でまあ同様に考えれば結局同じようにですね例えば4個とか5個とか6個でも実数を取ってきてそれらを縦に並べて括弧でくぐってあげれば、まあ、あの平面ベクトルや空間ベクトルと同じようなことが言えるだろうというのはまあ容易に想像できると思います。 で、まあ、そのような考察のもとですね。まあ、次のように定義をしたいと思います。えー、定義。def って書いた場合は、これ、definition の省略で、えー、定義という意味です。えー、で、まあ、n 個の、まあ、実数ですね。これを取ってきましょうと。これを取ってきて、えー、縦に並べると。並べて、 カッコで送ったもの。まあ、これをですね、えーまあ、ここでは N 項縦ベクトルと呼ぶことにしましょう。縦ベクトル。あのいろんな呼び方がありまして、まあ、N 字縦ベクトルと言ったりとか、N 項列ベクトルとか、まあ、N 字列ベクトルと、まあ、いろんな言い方があります。 もしくは N 次元縦ベクトルとかって言ったり、N 次元別ベクトルと言ったりすることもあると思いますが、まあ、ここでは N 項縦ベクトルと呼ぶことにしましょう。まあ、どのような呼び方でも構いませんで。だからどういうものかっていうと、本当に N 項数をこう並べれば良いので、h a2、a というふうに、 で、a1 から an は全て実数としましょうと。で、こう縦に並べて、括弧でくくると。くくったもの。まあ、これが n 個縦ベクトルですね。で、そうしますと、こういう a っていう n 個縦ベクトルと、あともう一つ b っていうのも n 個縦ベクトルをこういうふうに取ってくることにしましょう。で、これらに対して、 じゃあこの2つの縦ベクトルが等しいというのはどういうふうに定めるかというと A イコール B をえ次で定めます。これは各成分がえ等しいと A1 イコール B1 で A2 イコール B2 も成り立って A3 イコール B3 も成り立ってずっと続いていって An イコール Bn。まあ、これが成り立つと。まあ、この時に A と B っていう縦ベクトルは等しいというふうに 定めたいいと思いますこれも新しい記号ですけれども、これは A イコール B というのをこの右側の条件で定めるというときにこのように書きます。はいと定めると。まあこういうふうにしましょうというわけですね。はいでですね。 じゃあ、えっ、ー、と、こういうもの全体を考えましょうと。で、全体のを考えて、それを RN と書くことにしようということで、えー、N 項縦ベクトルをこういうふうに書いておいて、A1 から AN は実数ですね。で、こういう N 項縦ベクトル全体のナッシュを RN と書くことにします。で、えっ、ー、と、ここの記号 A と B を用いて、さらに、えっ、ー、と、まあ、K っていうのを 実数としますそうしますと,、えー、と、平面ベクトルとか空間ベクトルと全く同じようにですね、えー、ベクトル、2つのベクトルの、N コータトベクトルの和っていうのを定義できますね。まあ、それはもう皆さんわかると思いますが、各成分同士をこういうふうに足し合わせましょうというわけです。はい。で、またですね、えー、スカラー倍というのを 軽倍の a というのは各成分を軽倍しましょうということで定義をします。これが、えー、ベクトルのは。でこちらは何かというと、これはスカラーバイと呼ばれるものです。であとはですね、引き算なんかは とかまあ、マイナス、例えばマイナス A っていうのは、これ何を意味するかっていうと、マイナス1を A にスカラー倍させたというふうに考えればよくて、幾何学的には A に関して A っていうベクトルがあったら、それを逆側にしたのがマイナス A ですね。また、A、A-B なんかは、これは A プラスマイナス B と、まあ、こういう形で定義することができます。 で、よく後に出てくるのは0っていうふうに、0の太文字で書いたやつは、これすべて成分が0であるような縦ベクトルを、0ベクトルといってこう定めましょうということで、平面ベクトルとか空間ベクトルと全く同じようなことが、RN のまあ N 個縦ベクトルに対してもまあこう定義できたり成り立つわけですね。はい。 ということで、今後は R2 とか R3 に限る必要もありませんので、この Rn を考えていこうと思います。はい。で、えっと、ここまでが動画のですね、前半パートで、これから何をしたいかっていうと、この Rn の弦2つ、A、B というのを、まあ、こ,このように例えば取ってきたときに、それらの内積というのを定義しようというわけですね。はい。では、次のページに行きたいと思います。 ということで、えっ、ー、と、セクションにあ、1.2ですか。1.2としまして、えー、これは内、まあ今日はこの内積までですが、次回の動画では外積についても扱います。で、これはまあ予習動画ということですので、本当に最低限、こういうことが成り立ちますよっていうことを皆さんに紹介したいと思います。 で、まず最初。まあ、そもそも、じゃあ内積って何ですかっていうことを、えー、ちゃんと定義しなければいけないわけですね。で、そこで A っていうのを A1 からもうちょっと省略して AN。で、B っていうのを B1 から BN がこう並んでると。まあ、そういうような RN の弦。まあ、これ縦ベクトルとしましょう。これらに対して、 A と B の内積は A.B とこう書きます。これは何かというと、これは i イコール1から n までの AIBI ですね。まあ、こ,ういうかこれが内積です。これ、ああシグマ使わずに書けば A1B1 たす A2B2 たす、点点点プラス ANBL と。AN まあ、こういう形のものですね。まあ、これをえベクトル A と B の 内積というふうに呼びます。はい。で、えっと、まあ、もう一つ記号を導入しておくと、この a っていうベクトルに対して、a の絶対値というのをこう定義します。もうこれは A12 乗プラス A2 の2乗プラス点点点プラス AN の2乗。まあそれのルートですね。これは何かっていうと、これ A っていうのまあ1ベクトルと見ますと、こう,こういうのがこう A であると、そうするとこのベクトルの長さですね。長さを表しているのがこの A の絶対値。まあこれをだから A の長さと呼ぼうと。まあもしくはまあ A のノルムと言ったりもします。 はいまあ、こういう記号を導入しておきましょう。で、えっと、このあと内積のこの性質を見るんですけれども、まあ、その際にえー出てくることがあるので、一つえー説明をしておきますと、今、A と B っていうのが RN の中にあるとしましょう。で、その時に、こいつを、これを含む平面っていうのを考えます。 まあ、あんまり、なんていうか、この a と b は、えーまあ、0からの1ベクトルだと思うとしましょう。で、そうすると、rn の中で、その a と b っていうベクトルがあるんですけど、その2つを含むような平面を取ってくることができます。それを p と書きましょう。そうすると、これ平面、 この P っていうところでは、この A と B ってまあ平面ベクトルと見ることができます。で、その時に、この平面で見た時に、この A と B、こいつをですね、のなす角というのが定義できますね。えー、ですから、えー、A と B を、えー、P 上の まあ平面ベクトル。まあ、A と B のナス角が定まりますね。θ と書きましょう。ですから、えっと、まあまあこ、れこれがなんか今後ですね、ナス角といった場合には、 A と B を含む平面を取ってきて、まあ、そこ上で今まで勉強してきたナス角と一緒であるというふうに思ってください。で、えっと、じゃあ内積を定義したので、じゃあその内積っていうのはどういう性質を満たすのかということについて話したいと思います。で、ここでは A と B と C、これを取ってきて、これは RN の元ですね。まあこれと、 ラムダ、これはあの実数とします。これらに対し、えー、まあ、以下が成立と。で、何が成り立つかっていうと、これ A と B の内積っていうのは B と A の内積。まあ、あの順番を交換しても大丈夫ですよっていうのが1つ目です。で、2つ目ですけれども、2つ目は A と B C まあ、これが A.B+.A.C と、まあ、いわゆる分配法則と呼ばれるものが成り立ちますよというやつですね。あんま,あんまりその分配法則とかなんとかっていうのはあの聞き流してもらって構いません。あのそのうちいろいろと勉強するようになると思いますが、まあ、こういう性質がありますよと。 であとはラムダっていうそのスカラー倍っていうのはこう前に出すことができるよという性質があります。で、えっ、ー、と、あとは同じもの同士を内積取ればそれはノルムの2乗になるよと。あと5番目、ここで先ほどのナス角というのを使うですが A と B の内積っていうのはそのナス角を用いると次のように書けます。 まあ、これもですね、えっ、ー、と、平面ベクトルの場合には、高校の時もやってると思いますが、これが成り立つ。ただし、θ ーーは、ベクトル A と B のナス角と。いうふうにしておきますね。はい。というわけで、えーまあ、このようなですね、1から5の性質が、えー、内積に対しては成り立ちますよ、ということがわかります。 えーとここではですね証明はしませんけれども、ぜひ、えーまあ、1、2、3、4、まあ、1から4に関しては、えーまあ、簡単に証明することができますので、ぜひ皆さん、各自自分で、えー、やってみてください。まあ、こういうのはですねあの、回答を見ればそれは分かるのは当然で、えー、自分で実際に手を動かしてみるというのが大切ですので、ぜひやってください。あの授,業授業の中でも 1>, 1から4を解く時間はあの時間があれば取ろうと思っています。で、括弧5なんですけれども、この中ではカ5が一番難しいですね。これは予言定理を用いると、えー、示すことができます。まあ、これについては、えー、ここでは証明はしませんけれども、えー、講義ではちゃんと証明をしようと思います。はい。 で、この5番目っていうのが非常に大切で、これからいくつかの、ええー、まあ、すぐこの後にコロラリーといって、まあ、営ですね。営というのはこの、あ、だからいろいろ説明してなかったですが、このプロップっていうのはプロポジションの省略で、プロポジション。これは命題っていうことですね。日本語で言うと命題。で、その命題から従う事実として、 まあ、形って呼ばれる形ですね。コロラリーというのをこの後述べます。また、えー、コロラリーという形では書きませんが、いくつかの言葉がこの5番から出てきますので、この5番非常に大切。5番、括弧五は非常に大切です。で、じゃあ、まあ、いくつか定理をだから、ちょっと書いておくと、1つはコロラリーとして、えー AB っていうのを RN の弦としましう。まあ、だから N 項縦ベクトルとしまして、その時に A と B の内積が0っていうのはどういうことですかっていうと、これ先ほど A と B の内積は、その AB のノルムかけるナス角 cosθ となりましたね。 で、そうしますと、えー、cosθ が、だから a と b の内積が0っていうことは cosθ が0になるっていう状況ですね。で、そうすると、これはどう、だからどういうことかっていうと、これは a と、まあ、b は直行すると。地学的にはそういうことを意味してるんだよということが、先ほどのカッコ5、これからわかりますよというわけですね。で、また、 他にもいくつかの重要な式とかが出てくるんですけど、例えば、まあ、もう書きませんが、同じ A と B、これ、これに対してということにすると、シュワルツの方、えー、まず、方式シ,シ,シュワルツの不等式と呼ばれるものが導かれます。この括弧後から。それは何,何だったかというと、A と B の内積の まあ絶対値ですねこれっていうのはそれぞれ A と B のノルムの責任以下であると。これがないと。だこれはこの表記を用いれば簡単に従います。だからこの辺もまあ皆さんぜひですね、時間があればご自身で証明を考えることをお勧めします。あの、何度も言いますが、教科書とかを見てや,やるんじゃなくて、自分でやってみるといいと思います。 で、あともう一つは三角不等式ですね。三角不等式。この三角不等式も、まあ、シュワルツの不等式を一一箇所使うと得られますね。A プラス B っていう、えー、N タ縦ベクトルのノルムっていうのは、それぞれの A と B、それぞれのノルムの和以下であると。まあ、これ三角不等式と呼ばれるやつ。 で、もう一つありまして、あとは、まあ、このベクトル AB がこういう形をしていて、そうすると平行四辺形をこう作りますね。平行四辺形を平行四辺形を作るとき、 その面積はどうなりますかっていう話で、その面積は、次のように書けます。A のノルムの2乗かける b のノルムの2乗、マイナス A と B の内積の2乗。まあ、それにルートを取ったもの。まあ、このように表せるということが知られています。はい。で、えっと、 ですから、この5番というのが非常に大切で、まあ、これはですね、まあ、若干難しいかもしれません。自分で最初パッと、ぱっと証明しようとすると、すぐにはできないかもしれませんが、少なくともこれを認め,認めた上えで、えー、このシュワルツの不等式とか、三角不等式とか、この1.2.5ですね、まあ、これらを導くのはさほど難しくありませんので、ぜひ考えてみてください。 でえっと、講義ではもちろん全部あのこ,れこれらについては証明を与えたいと思っています。はい、というわけでちょっと駆け足ではありますが、えー、今日の講義予習動画はここまでとしたいと思います。